ビランドです。今日はチビランドの部屋をルームツアーです。はい、ルームツアーですね。じゃあチビランドちゃんのお部屋を案内してください。どんなお部屋ですか？これです。うわあ、すごい。あらら、二段ベッドが完成してますね。二段ベッドを作った動画もありますので、皆さんよくご覧ください。登録ボタンを押してね。さあ、チビランちゃん、どこ行くんですか？上。ほう。あららら。あらら、高いね。これ上は、どんな時にここに来るんですか？遊ぶ時。ここでじゃあねんねしてるんですか？ねんねはしてないんですか？どうしてねんねここでしてないんですか？落ちちゃうから。じゃあねんねはどこでしてるんですか？下。下ですね。2階、この上のベッドでは、2段ベッドの上ではどんなことをして遊んでるんですか？かくれんぼ。かくれんぼ？隠れられますか、これ？ああ、お人形さんとかくれんぼしてんの？いいですね。だってバーバ来た時、バーバも上にあげてさ、上にあげて。バーバ大変そうだね。この2段ベッドの上がお気に入りの場所ですか？はい、そうですか。じゃあ他にもいろいろ紹介してほしいんですけど、はい。下はおもちゃいっぱい。下はおもちゃ、下はおもちゃ箱ですか？何ですか、下はじゃあ。ベッド。ベッドになってるんですか？でもおもちゃがいっぱいあるんですか？どういうこと？寝れないじゃないですか。寝れるよ。寝れるんですか？こんな感じです、はい。こんな感じ。まずはどこから紹介しましょう。あら。あらららら、なんかいろいろ置いてありますね。この辺何ですか、置いてあるもの。ライトで。ライトで紹介するの？はい。ペンのキャップ。ペンのキャップ。そのとこ置いてある。はい。あとこれが指輪。指輪。あとネックレス。ネックレス。なんで寝るとこにネックレスが置いてあるんですか？朝ってでつけるんだ。あら、おしゃれです。朝からでも寝起きからネックレスするの。うん、あらららら、眩しいでしょ、そんなことしたら。あとあのシール紹介しない。あ、なんかそこにも貼ってありますね、枕のとこにも。あれ、ここにも貼ってありますよ、ここにも。はい、アリエルです、はい、これどうしたんですか？これはベッドにもともと書かれてたの？うん、シール。シール、自分で貼ったの？あ、上手ですね。何回も貼って剥がせるんだよね。で、あとは、はい、ここも。あ、ここにもいっぱいアリエルたちが。これが一番お気に入り。あ、それが一番お気に入りなんだ。2番目は？2番目はこれ、うん、3番目は？3番目、あ、3番目これ。あ、4番目は？4番目はこれ、はい、5番目は？5番目どれ？6番目は？2番目どれでしたっけ？忘れた。忘れちったんですか？2番目、これじゃなかったかな？これ？これ違った？これじゃなかった？違う、これじゃなかった？下の下の1番これでしょ？1番それでしょ？2番これじゃなかったですか？これとこれ、うん、違う、2番これで、あとチビランドあっちにもあるあら、おしゃれ。壁に絵飾ってんですか？あら、ちびらんちゃん、これなんですか？これ棚。こんな棚ありましたかね？これどうしたんですか？これは買って作ったの。え、ちびらんちゃんが作ったの？うん、パパ。パパが作ったね。ちびらんのライト眩しいよ。大変だったよ。やめてください。みんな眩しいからやめてください。ここ何入ってるんですか？あら、整理されてる。いっぱい持ってるね。え、もしかして下も？うわー、その下は？めちゃめちゃ服持ってるやん。
店やろ。ここもみんな洋服だよ。これみんな洋服履いてな。あんた危ないよ。5歳にしてパパの3倍は服持ってんやない。あとカラオケしよう。カラオケしてるんですか。あれなんかそれ時計もありますね。それ何ですかそれ。マイク。マイクなの。あ、マイクって声がさ、普通は大きくなるのにそれマイク声小さくなりますよね。トンネルの中みたいな。なんかお人形もいっぱいありますね。さあこれ一緒に寝るか。え、どういう風に寝てるの。いつも、こうやって並べて、こうして、並べて、ここにタオルを置いてゴロンする。一番お気に入りはどの子。この子1番、はい、2番は2番、この子3番は、はい、4番は、はい、5番は5番、どれ3番、どれだっけ。3番どれだった。あれなんか時計の下にカードみたいなのが出ますよね。そう、これカードなんで、これは、はい、アンニャのカード。あ、アンニャ、はい、スパイファミリーですね、はい、あとこれが新しいプリキュアの広がるスカイプリキュアの広がるスカイプリキュア、なんだっけ、変わった名前の子いたよね、なんだっけ。空晴れ渡る、空晴れ渡るちゃんって子いるんだよね。そう、雲敷き詰めるちゃんもいるんだっけ。違う、雨降りしきるちゃんもいるんだっけ。いないよ。雪降り積もるちゃんがいるんだっけ。いない、ね、そのふざけることさあやめてって前言ったでしょ。でこれまあちょっとパパからの紹介ですけど、これはちょっとあのベッドから本人が、寝相悪くて落ちないようにこうやって挟んであります。あのストッパーですね、2つ重ねてあります、安全面のために。まあ下だと言ってるね、この段差から落ちたら結構危ないので。これはスリーパーって言って、はい、寒くないように着るやつ、うん、あ、そうですね。じゃあこんな感じですか、お部屋の紹介は。はい、ではチャンネル、あ、これなんですか、これ。これなんですか。これはバッグです。え、ベッドにバッグがあるの？うん。それはどういう時に使うバッグですか？これはあのドンって顔に落ちてきちゃって、またこうやって戻すの大変だから、ここにかけてこうくるんと回して。うん、ここにポンって入れる、うん、あ、ちびらんちゃん、そういえば昨日下の歯が2本目抜けましたよね、うん、ここに歯置いてましたよね。あれ歯置いてて、なんか歯の妖精がなんかくれたんでしょう、ね、うん、ちょっと待ってて、ちょっと待ってますよ。てる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 、すっげえ怒られた。何が。空晴れ渡るのくらいふざけたな。あ、雲敷き詰める、そう、それ前もやめてって言った。雪降りしきるわ。それ前もやめたでしょ、やめてって言ったでしょっつって。あ、ジビランちゃん帰ってきた。下の歯見せてください、まず抜けたところ。はい、もうね抜けて次の歯が生えてきてます。はい、で歯をどこに入れてたんだっけ。それも取ってくるの。視聴者の皆さんから見たらまだ多いわって思うでしょうけど、これだいぶ減らしましたからね、我々。いや、フォークもないよ。だってこれはチャイルドシートだからまた生まれたらなくなるし、うん、こ
これはだってサーキュレーター。はい、持ってきました。はい、その中に抜けた歯を入れてるんですよね。はい。はい、まあ、歯は見せなくていいですよ、皆さん。歯はいい。歯はいいよ、歯はいい。歯はいいから。歯はいいです。歯はしまってください。見てよ。歯はいいよ。汚いから。しまっといてください。見てよってなんだよ。汚くないよ。はい、で、それをそのケースの中に入れてねんねんするんだよね、うん、ここに置いてね、うん、そうやって蓋は、うん、そういう状態でねんねんしてたら朝どうなってたの、朝何があったの、何ですかそれは、コインです、コイン、すごい、うわかっこいいコイン、それがどこにあったの、朝起きたら、朝起きたら、うん、前はこういう感じで置いてたんだけど、うん、今日はこんな感じ、置いてあったんだ、歯の妖精がくれたの、うん、よかったね、いっぱいじゃあコイン集まるね今後 ね、 ね、はい、じゃあちびらんちゃんのルームツアー、わかりました、紹介ありがとうございました、皆さんにチャンネル登録の挨拶してください、ありがとうございました。